ニカラグアコメネズミはコメネズミ族のネズミである。これまで3標本のみが知られており、すべて1904年以降にニカラグアで採取されている。発見当初は水コメネズミ族に分類されていたが、後にコメネズミ族の独自のア族に分類された。しかし最終的には同じ地域に分布するサワコメネズミやイダルゴコメネズミと禁煙であることが明らかとなり、 コメネズミ属の中に分類された。頭を含む体長は1 1 0ト、mm、ルから1 2 8ト、mm、ルで、コメネズミの中では中型である。肺足は肺褐色、腹足は灰色であり、イダルゴコメネズミのような炭鉱色ではない。尾は上部が下部よりも若干暗い色である。これまでに採集された三個体はすべて水辺で、捕らえられたため、ある程度の時間を水中で過ごす。 半水性だと考えられている。保全状況は軽度懸念である。最初に確認された個体は1904年に W.G. パーマーによって捉えられた。翌年、ロンドン自然史博物館のオールドフィールド・トーマスは、この個体を新種の正規順標本とし、ネクターミス・ディミダタスという学名をつけて記載した。彼は、この種を水コメネズミ族の中に分類し、 この種はかなり小さいが、その他はこの属の基地の種と似ているとコメントした。本種はそれから数十年にわたって、水米ネズミ属に分類され続けた。1944年のフィリップ・ハーシュコビッツ・ニュル属の創設も、やはり本種を水米ネズミ属としていた。ロンドンで正規準標本を調査した後、ハーシュコビッツは1948年に、 この種をコメネズミ族に分類し直した。彼はこの種ア族の中で特に際立ったものであり、独自のア族、マイケロネクターミスを設けるべきだと記述している。J. ヘルナンデス・カマチョは1957年にコロンビアで採集されたマイケロネクターミスア族の二つ目の種オイーザミス、バーアーイを記載している。 1970年、ハーシュコビッツは別の論文中でニカラグアコメネズミについて言及し、1948年の論文で他の分類群から分ける明確な特徴について記載しなかったため、自身が創設したマイケロネクターミスア族は裸なになっていたことを認めている。それにもかかわらず、彼は状況を正すことをせず、マイケロネクターミスア族は裸なのまま残った。 ハーシュコビッツも、ニカラグアコメネズミの様体の外見は、水コメネズミ族に似ているものの、その他は、サワコメネズミに似ていると記述している。彼は、オーバーアーイはコメネズミ族であると認めたが、これが、ニカラグアコメネズミと禁煙関係にあるとは考えて、いなかった。6年後、アルフレッド・ガードナーとジェームズ・パッドソンは、 第2の標本は1966年に採取されたもので1971年にヒュー・ジェナウェイズとノックス・ジョーンズによって発表された。彼らはこのは、サワコメネズミに似ていると指摘している。後の研究者は、ニカラグアコメネズミとサワコメネズミ、そしてイダルゴコメネズミなどの種が禁煙であるという説を指示している。不要ナレードは1977年に3つ目の 標本が採取されたと報告している。2006年、マルセロウェクスラーラは、以前コメネズミ族に分類されていた多くの種を、タイプ種のサワコメネズミと禁煙でないということで、移動させたが、ニカラグアコメネズミはそのままコメネズミ族に残された。ニカラグアコメネズミは、現在はコメネズミ族の8つの種のうちの1つとされている。イダルゴコメネズミ武士は、 中央アメリカに広く分布するイダルゴコメネズミと周辺のより狭い地域に住む6種からなるが、ニカラグアコメネズミはこの節に追加されている。イダルゴコメネズミはニカラグア南部でニカラグアコメネズミと共に生息する。イダルゴコメネズミ節の体系学は多くの面が分かっておらず、現在の分類はこのグループの真の多様性を過小評価している可能性がある。 コメネズミ族は、100以上に及ぶアメリカのネズミを含むコメネズミ族に分類され、さらに上位では、主に小型のネズミを含むキヌゲネズミ科のアメリカネズミ科に属する。サワコメネズミは、ニカラグアコメネズミと似ているニカラグアコメネズミは、イダルゴコメネズミよりも小さい中型のコメネズミで、厚い光沢のある毛皮と柔らかい下毛を持つ。背中の毛は、約6ミリメートルの長さである。 背側は、肺褐色で、暗い毛が混じり、側面に向かって、黄色い毛が混じるイダルゴコメネズミよりも、暗い色に見える。トーマスによると、後ろ足の側面から内側に、かすかな単行色の毛のラインがある。腹側は灰色である。鼻は短く、毛の生えた耳は一部が毛側に隠れる。手や足は、灰色がかった白色か茶色で、イダルゴコメネズミのような白色ではない。 後足には指の間に水かきがあるが長い爪棒や肉球は角。く。尾は頭と胴と同じくらいの長さで1センチメートルあたり約15の輪がある。上部が下部よりもわずかに暗い色であるが色の違いはイダルゴコメネズミほどはっきりしていない。水コメネズミ属の種と比べて頭蓋骨は軽く細い花と幅広で丸いノーズ蓋を持つ。頬骨板は広い。 接種口は第一代球子の間に伸びる。第球子派間は水米ネズミ属の種ほど単純ではないが、第一代球子派とがりは二つに分かれていない。また、第一代球子は二つの子根を持つ。最初の二つの個体の計測値は以下の通りである。体長は 125mm と 118mm。お腹は 115mm と 110mm。 あと足長は 27mm と 28mm。耳長は 13mm と 15mm。頭蓋骨長さは 29.8mm と 29.0mm であった。1966年の個体は 46.0g で 11mm の長さの抗眼を持っていたが、1904年の個体については測定されていない。 三つ目の個体を公表したレードは、体長1 2 8ートル、尾長1 5 0ト、mm、ル、あと足長3 1ト、mm、ル、耳長1 9ト、mm、ルと報告している。ニカラグアコメネズミのすべての個体は、ニカラグア南部の南アトランティコ自治地域の定地で発見された。最初の個体は、1904年11月5日に発見された老齢のオスで、 エルラマ近郊のリオエスカンディドで非常に湿った赤土のバナナプランテーションで発見された。二体目は1966年7月26日に発見された若い成熟友で最初の個体が発見された場所から1 5トル南のエルラクレオのリオマイコの土手の濃い草村で他のネズミやウサギと共に発見された。三体目はブルーフィールズの川で発見された。 レードは、この種は、他のコメネズミ族と同様に、ある時期を水中で過ごす、反水性であると考えている。2009年、国際自然保護連合のレッドリストは、ニカラグアコメネズミの保全状況を軽度懸念とし、分布域は、現在知られているよりも、大きいかもしれないと記した。個体数は多く、生息地の脅威もないと推測された。ありがとうございます。